戦闘開始。そりゃよよっこっやっの舞、はあ、よっこよっえっこっよっこっよっこりゃよっこっ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 よっコナン、なぜだ、なぜお前が暁などに。いかに闇に落ちたものだとしても、弟子と対峙するのはやはり心が痛む。だが、わしの気持ちなど、この場では何になろうか。コナンとの戦いがさらに激化する中、奴は、暁のリーダーであるペインは、悠然とわしの前に現れた。ペイン。その正体は予想していた通り、ナガトだった。コナンド、ナガトは最も崇高な目であるリンネガンを開眼した男。なぜ、それほどの者が、暁という闇に落ちたのか。いや、それよりも、なぜナガトだけでなく、わしの前に現れた全員のペインはリンネガンを宿しているのか。胸中だが、これだけは分かっている。もはやお互いに説明は不要なんだ。わしはナガトペインを止めなくてはならない。我が弟子なんだ。相手はそれこそ神に匹敵するほどの力を持つ。生半可な覚悟では勝つことなどできない。すべての力を持って奴を始末するため、わしは二大戦釜を口寄せし、千人モードを発動させた。この一戦でケリをつけるために。いや、ナガト、お前がなぜこのようなことを。先生、あなたはまだ一人しか。だが俺はあの頃より成長したのだ。この世を導く神。神か。まさかお前が冗談を言うとはな。神としてあんたに痛みを与えてやる。もはや言葉は不要というわけか。
しも手加減なしで行く。長門、お前はここでわしが消す。戦闘開始。チャクラを限界まで使い満身創痍だとしてもペインを倒せたのであればそれでいい。二大戦釜に感謝を。戦いはもう終わった。これで木の葉に帰ることができるはずだ。あいつは、ペインは、まるで何ともなかったかのように再びわしの前に立ちふさがった。やつは一体、なぜやつは平然としている。今、残りのチャクラで、わしにできることは。諦めろ。あんたの負けだ。まだだ。わしはまだ戦える。往生際の悪い。そこまでして何になる。せめて一体だけだ。まあいい。どうせあんたはここで果てる運命だ。くっ、チャクラが足らん。甘いな。うわうわ、よくここまで粘った。褒めてやろう。だが、ダメだ。気が遠くなる。わしは死ぬのか。わしは。自分の言葉は負けねえ。それが俺の人道だ。俺は火影になるまで絶対死なねえからよ。賢いってのはそういうことなら、俺は一生バカでいい。ナルト、そうだ、ナルト、お前はどんな時も諦めなかった。ならば死であるわしが弱音を吐くわけにはいかんの。なぜなら弟子の人道は師匠譲りと相場は決まっとる。
な。そうだろう、ナルトよ。のう。さすがジライア先生だ。しぶとい。もう諦めろ。もはやどうすることもできない。わしが諦めるの。諦めろ。うわ。終わった。これでわしのジライアゴーゲス物語もついに結びか。思い返せばわしの物語は失敗ばかりだった。綱手に振られ続け、友を止めることもできず、弟子と死を守ることもできなかった。ほかげたちが成した偉業に比べればわしのしてきたことは取るに足らんくだらんことばかり。何も残すことができなかった。いや、違う。そうだ、わしは。わしの意志を受け継いでくれる存在を見つけたからこそ、安心してここまで来られた。もう、ナルトよ。お前と共に笑い、お前と共にあったおかげで、わしはここまで歩いて来られた。お前の存在が、わしの、どうやら、わしの生き様、思うほど悪くはなかったようだの。最終章、胃の中の蛙大会で散る、の巻か。ほどほどにあっぱれ、あっぱれ。さて、この物語も、もう終わりだ。そろそろ天を置くとしよう。お、そうだ。続編のタイトルは何がいいかの。そうだの、渦巻きナルト物語。うん、それがいい。Thank you.